浜場の皆さん、こんにちは。理学部生物学科、通称リナマの紹介をしたいと思います。理学部生物学科は明治10年に設置された歴史のある学科です。歴史が長いということは大事ですけども、もっと大事なことは、ここで学んでいる皆さんが楽しんで満足して勉強して研究できるかというところだと思います。皆さんが進学した場合、授業はこの理学部2号館で行います。実習は理学部2号館、それから付属の施設、植物園、臨海実験所といったところでも行います。またさらに建物から外に出て野外実習というものもいくつか用意してあります。このように理学部生物学科では多様な生き物といったものを扱っています。その中にはもちろんモデル生物といわれる生き物も対象としますが、モデル生物でないいろいろな生き物も研究から学習の対象にしています。もう一つの大事なキーワードとして私たちが考えているのは進化です。進化なくして今の生物学、また生き物はありません。このような多様な生物学といったものを皆さんに学んでもらいたいと思っています。それでは細かいカリキュラムについては諸富さん、お願いします。3年生では動物、植物について学ぶコースと人類について学ぶコースに分かれ授業を受けます。3年生の時に同級生と一室で過ごす時間はとても大切なもので、知的好奇心を育みながら時間を過ごしていきます。4年生では動物、植物、人類の研究室に配属され、各自卒業研究を行っていきます。それでは動物のカリキュラムの説明を田口くん、よろしくお願いします。動物学の講義においては、神経細胞のネットワークの構築や細胞内の化学反応について学ぶことができます。またマクロな視点から生態学や動物の系統分類学などについても学ぶことができています。そして実習では実際にこのような生きた生物を用いた実験や鏡焦点顕微鏡、電子顕微鏡などの機械を用いた実際に学生の手で行うことができる実験も行われています。さらに年に数回行われる臨海実習に参加すれば、神奈川県三崎半島にあります臨海実習所で実際に海の生物に触れて採集して観察するという経験ができます。では次は植物学のカリキュラムについてです。植物系の講義では細胞レベル、分子レベルの内容から生態学、形態学に至るまで幅広い視点から植物学を学びます。実習では植物細胞の分化、脱分化の誘導、未知の変異体やタンパク質の同定、野外サンプルを用いた計測や分類といったさまざまな内容を扱います。また生物学科の特色の一つである野外実習では、実際の植物を前にして講義での学びを確認し、新しい気づきを得ることができます。では次に人類系の説明について、織原くん、お願いします。A 系、つまり人類系では生物学の対象として人類を考えます。例えば人類の進化、適応、変異などを研究しています。医学部と共通の科目では生化学や組織学など、人類学のみならず生物学の基本的な分野をしっかりと学ぶことができ、人体解剖実習では実際に人の体の構造を見るという貴重な経験をすることができます。生物学科の講義では霊長類学や集団生物学などあらゆる方向からの人類学へのアプローチを学ぶことができ、現代学など人類学を研究していく上で必要な技能や技術を習得することができます。実習ではシークエンスのデータから系統関係を解析したり、実際に石器を作ってみるなど様々な分野に触れることができます。野外実習では野生の猿の観察をするためにフィールドワークをしたり、発掘調査の手伝いをしたり、図学では学ぶことができないことを実際に体験することができます。次は研究について内田さん、お願いします。こんにちは。動物発生学研究室の修士1年、内田です。私は
個体発生の性質と脊椎動物の形態進化の一般的な関係性が成り立つのかということをテーマに研究しています。発生過程の中では特に進化の中で変わりづらい時期というのがあるのですが、もしこの時期がこんな性質から保存されているのだということが分かったら、発生の性質から形態進化、特に脊椎動物のらしい形というものが説明できるかもしれない、そういうことを考えて発生の性質を調べています。それでは植物のことについて、則月くん、よろしくお願いします。こんにちは。発生細胞生物学研究室4年生の則月拓也です。僕は小胞体で作られたタンパク質が小胞を介して様々なオルガネラへ運ばれる膜交通経路について研究をしております。この分野は酵母では研究が進んでおりますが、植物では進んでおりません。僕は植物のモデル生物であるシロイナズラではなく、ゼニゴケを使って研究をしております。陸上植物の進化の過程でどのような膜交通経路が獲得されたのかについて興味を持って研究を行っております。では人類系の説明を石木さん、お願いします。人類生物学遺伝学研究室の石木です。私は霊長類の生殖において重要な役割を持つスメジェリンというタンパク質がテナガザル科においてどのように進化しているのかといった研究をしています。サメナジェリンは霊長類においてその長さが多様に進化しており、特にメスをめぐるオス同士の争いが激しいような種では長くなるといった傾向が見られます。このようなことから霊長類のメイティングシステムとサメナジェリンの進化との関連というのが言われてきました。テナガザル科は人に最も近縁な一夫一妻制のメイティングシステムを持つ霊長類です。そのためテナガザル科について調べることで、人の一夫一妻制がどのように進化してきたのかといったことについて有用な知見が得られるのではないかと考え、私は研究をしています。それでは最後に学生へのメッセージを石田先生、お願いします。皆さんの先輩の作った理学部リナマ紹介ビデオ、いかがでしたか？こちらの学科のアットホームな感じが伝わったでしょうか？理学部生物学科リナマはブラックな学科ではありませんので、安心して進学を考えてもらえたらいいと思うんですけども、ビデオだけではその実際の中身がなかなか伝わらないかもしれません。ぜひ興味の持たれた方は自分の目で確かめに理学部2号館に来てみてください。で、自分の目で見て肌で感じて進学を考えてもらえたらとても嬉しいです。それでは皆さんのお越しを待っています。せーの、リナマにおいでよ。